はい、どうも、池江です。今日は FFB やっていきます。で、今日は FFB の 6.5 周年大感謝の、オールネオビジョン確定10連勝感をやっていくんですが、その前に毎日の10連からやっていきましょう。お、幸先いいっすね。いきなり虹出た。ああ、2発目だけか。まあまあ、ここはこんなもんでしょ。次ですよ、本番は。さあ、というわけでやっていきます。 6.5 周年オールネオビジョン10連。ほんと欲しいのとしては、まあティーダ、新米カードのティーダ欲しいし、これいらん。とあとレジーナ、キマリもいないからな。キマリも欲しい。まあでも新ティー、あ、ルールーもいいな。ルールーもいないし、あとは新しいなんだっけ、名前忘れた。ティーダの父さん、ブラストじゃなくてジェクトだ。ジェクト、新しいジェクトいないし、ガードジェクト、レジーナ、ティーダ、新ティーダが欲しいかな。あと、まあ、決まりも欲しいかな。あと、ルール欲しい。というわけで、今欲しいって言ったけど、何体出るかな。行ってみよう。さあ、ここで。そしてレジェンドやか。おお、ファリス初めて。そして、まあこれが持ってるやつだね。シャルロット、これはいた気がするな。ファリスニューって出てなかったけど、持ってたっけ。これも微妙だな。スノーがいるね。持ってるね、これは。うん。いや、これな。いるな。これも持ってるな。あ、ニュー。持ってなかった。ルナロレーナもういいよ。今んとこ欲しいキャラ一体も出てねえな。あ、そくら、まあ、お、セブン、これ持ってるやつね。やべ、見事に出ない。あいつ出ないだけいいけど、お、時短。あいつ出ないだけいいけどって言ったら出そうだな。名前忘れたけど、あの敵だったけど仲間になった三章のやつ。うん、アーデンじゃない。よ、よかった、よかった。でも欲しいの出ない。欲しいのが出ない。アイドルのビジョンカード、出ない。欲しかったやつが一体も出ん。綺麗に一体も出んかった。あー、ニューが一体もいない。あー、これは負けか。そうなんだ。というわけで、なんか微妙な感じだったな。あとどうしよう。ついでに他のも、まあまあまあいいや。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。